立憲民主党菅直と暴言で炎上も開き直って火に油、維新が激怒。立憲民主党の菅さんがツイッターにて維新に対しヒトラーなどと暴言を吐いた問題で維新の吉村博文代表がとんでもない発言だ。ヒトラーに例えるのはあり得ない。どういう人権感覚を持っているのか、これが許されるなら何でもありになる。責任ある立場で 発言は重いなどと批判し、立憲民主党に対して謝罪を要求いたしました。それに対して菅さんは、ツイッターで書いていることがすべてだなどと、開き直ってしまっておりますが、この立憲民主党、野党は、野党を批判するなと要求しておきながら、自ら批判し、反応されたら、逆ギレして暴言を吐いてしまっており、まあ、立憲民主党などのおかしな野党の皆様、 問題を起こしても、謝れない存在ばかりなのかとまあ、悲しくなってしまいますが、まあ、こちら、政治以前の問題でございますので、菅直人さんには、速やかに議員辞職し、日本の政治に二度と関わらないようにお願いいたします。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。